ゴーヤのお味噌汁、お味噌、お味噌汁って何？スープです。これ残り物なんで。最近なんかこれぐらいがいいね。厚みもちょっとこれぐらいがいいかもしれない。まだしっかり苦みがある。苦みがなんかこう、あっちゃ、なくなるのかなと思ったけど、そうでもない。鷹の爪入れたいんですけどね、最近入れてない。鷹の爪がないんです。もう火傷した、した。火傷したな。次は回ってこようかな。浜比嘉のゴーヤ。なんか浜比嘉のゴーヤっていうなんか聞こえが。ちょっと七味じゃないけど、ちょっと下やけどした。ちょっと刺激欲しい。最近味噌の量超減らしてるわ。俺今までどんだけ味噌入れてたのと思ったもん。最近ちょっと作り方変えて。もう、まさにスミレ状態。いや、スミレ状態がめっちゃ美味しいんですよ。めっちゃ美味しいんですけど、どんだけ味噌入れたのって。ゴーヤ。本土でゴーヤって普通にスーパーで売ってんのかな。本当はちくわも食う予定だったんですけどね。明日の朝ごはんにしよう。
ちょっと足んないね。ご飯も少ないしね。ちょっと平均なんか男性が取るあの量がちょっと少ないかもしれない、これ。これだと絶対お腹が空く。かといって飯炊いてもな、合いますね、ゴーヤの味噌スープ。まあ好みでしょうね。ゴーヤが好きだと。まあ俺がガキの頃なら絶対来ないね。この苦味は。俺がゴーヤ食ったのを生まれて初めて食った、今でも覚えてるね。尼崎っていうとこだね。親方に連れて行ってもらったお店で。島唄っていうお店だったと思う。多分島唄だったと思う。そこで生まれて初めて来た。めっちゃまずかったの覚えてる。まあ今は食べれるけども、もう苦くてね。こんなに苦い食べ物があんだと思ったね、当時はね。タイヤを食ってるみたいな。タイヤ食ったことないけど、タイヤって噛んだことあるんじゃん。タイヤを噛んだことはゴムか。ゴム噛むとあの強烈ななんかこう、もう苦味という化学的な苦味というのが。あれがガーッとくんじゃん。もうまさにあれだったんで、まあ、二度とゴーヤは食わないと思いましたね。それが大人になったらまた味覚が変わっていくんですね。まあ好きか嫌いかっていうと、まあ嫌いじゃないんでしょうね、こうやって食べるからね。ただ美味しいのか、まあ、口の中の変化というか、刺激というのか、まあ、苦味がうまいかっていうと、まあ、俺の個人的な理由では、うまいっていうところに入るのかなと思った。苦いじゃん、すごい。あれはうまみではなく、まあ、ちょっとした刺激みたいな、なんか部類に入るのかなと思って。だからこう、人間ちょっと違う味をこう入ると、またこう、それが美味しいっていう感じ。美味しいと旨味っていうのは多分違うんじゃないですかね。それはね。と勝手に思ってます。また。
次のスープ作る。ただもうね、具材がないんでね。大根さんが。あれはあるんですよ。ゴーヤはまだあるんですけど、ちょっともうちょっと入れたいけど、具材がないね。ない。だから豆腐でも買いに行こう。今日じゃないけどね。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。俺ね、髪の毛伸ばします。まあ予定ですけどね、まあ、途中で諦めてまたいつものように戻る可能性もある。ただ今んとこ、ちょっと思いっきりイメージ、まあ時間かかるけども、前俺髪の毛長かったんですよ。ロン毛だったんですけど、ロン毛にしてみようかなと。また。まあ数年かかりますよね、伸ばそうと思えば。だむしろここは長いんですけど、ここはもう数年、ね、2年ぐらい経ったら伸びないぐらい長くて、長いんですよ、ほら。どこまで来てんの、これ。ここまで来てますよ。こう来て、こう。だから、これを全部こう、伸ばすと。こういう感じで、伸ばそうかなと思います。昔何だったからね、ずっとキープしてたんですけどね。あ、でも、なんで伸ばすのって言われたら、やっぱちょっと頭をこう、この皮膚を守りたいっていうのが、まあ一つなんですけど、今更なんですけど、ちょっと横伸ばして、まあ伸ばすのと、あと、まあ、どっかで俺の中でちょっと気分的なものを変えようかな。まあ、すぐは変わんないけどね、伸びていくんでね。でもまあ、髪の毛横もこう伸ばして、ちょっと雰囲気変えて、自分の中で何かこう、ね、なんかあるかなって。ずっと短かったらね、まあ諦めるかもしれませんが、以上、ごちそうさまでした。